こんにちは。今日もおやつを食べつつ、お茶を飲みつつ、刺し子をしながらのんびりおしゃべり動画を撮影していきたいと思います。なんか急に寒くなりましたね私もうちょっとさすがにカーディガンを着て撮影しようかなっていうところなんですけど、なんかほんと急に来た。ついこの間までさあ10月なのに暑いねみたいな感じだったんですけれども、急に寒くなってきたし、なんか急に暗くなるのが早くなったなっていう感じがしていて、この間もねちょっと私多分ね今3回連続じゃないかな、このおしゃべり動画を撮る時に多分この色味がね、お部屋の電気を取って撮影してるんですけれども、私としてはできればあの自然光で撮りたいんですよね。このライトの照明じゃなくって普通にこう自然光ね、お日様の光で自然な光で撮影したいなと思ってるんですけれども、というのもこういう糸の色とかがやっぱりこの蛍光灯の電気の元だとちょっとね色味が違って見えたりするので、なるべく自然光で撮りたいんだけれども、おしゃべり動画はなんかトークがメインだからまあいいかなっては思ってるんですけどね。ちょっととはいえ多分3回連続おしゃべり動画このライトで撮影してるんじゃないかなって思ってるんですけど、なかなかねお昼間に撮影が回らなかったりしてということになっていますけれども、まあねおしゃべりメインだからまあいいかなと思ってますけどね。今日ね昼間ちょっとねその刺し子を今作ってるものをちょっと撮影、最後の残りをちょっと撮影昼間してたので、まあねそっちはなるべくっていうか絶対夜に撮らないって決めてるので、そっちを優先的に昼間に撮影しなくちゃいけなかったのでちょっとね撮影してたんだけどね。そう、そのさ、まああるものを作って、あるものっていうかある刺し子付近ね、セリアのなんですけど、多分次紹介できるかなと思うけど、これはその新柄じゃなくて昔から出てる古いデザインのね刺し子付近のものをちょっと使って刺すっていう動画を撮ってて、それをね私9月から撮ってるんですよね。9月からずっと工程ごとに縦を刺してまた撮影して、横刺して撮影してみたいな感じで、それがね9月からやってるから、その9月に撮影してた時はもちろん暑かったんで半袖で撮影してたんですけど、今日最後の完成しましたっていう部分は最後に撮るからね、とオープニングの今日はこれを説明しますって言ってもでき出来上がったものですよね。それは今日さっき撮影したのでそこの部分だけ長袖ですちょっと先に言っとくと、この長袖着てる状態でその刺し方の説明、縦刺して横刺してみたいなのを半袖で撮ってるので、なんかその辺の種明かしじゃないけどなんかネタバレというかその辺も見て楽しんでいただけたらなと思うんですけど、そうなんかよくよく携帯で撮ってるんですけどね、私携帯のカメラロール見たらさ、そのセリアの刺し子付近のある模様を刺してる最初の動画が9月20日ぐらい、なんか9月の中旬ぐらいだったんですけど、ちょっとさすがに今回時間かけすぎたなと思って、そんな全然難しい柄とかではないんだけれども、なんかあんまり撮影できてなかったんだなと思って、そうでこれから編集するのでちょっと急いで間に合うかな。なんとなくねセリアの刺し子付近はだいたい私の中で構成が決まってるので、順番っていうか編集の仕方とかだったりが、だからそこまでそんなに時間はかからないかなと思うんですけれども、またねご紹介できたらなとは思っています。あ、そう今ねこれはオリンパスさんのマーガレットの刺し子付近を刺しつつ、なんか寄せ模様風にしますっていう感じでやってるんですけれども、前回までがねここの真ん中の部分を柿の花で刺していて、こことここを別の模様にしますって言ってて、
多分前回の時ね、次回紹介しますって言ってたと思うんですけれども、ようやくねこれも決まって今差し進めているところなんですよね。でね、どの模様にするかね本当にすごく迷ってて、でまあ前のおしゃべり動画の時にもちらっと言ったんですけど、このマーガレットの模様をそのまま活用したかったので、まあ、できれば一目指しの模様にしようかなと思ったんですよね。もうそうすればここの線を利用すればいいので、今だからもともとあったねマーガレットの線を利用しつつちょっと今刺してるとこなんですけど、柿の花の時はちょっとややこしかったので柿の花の線を描いてやってたんですけど、今ね刺してるこの模様はなんかまず縦ラインと横ラインがすごく単純なラインになるので、もう縦は全部同じ、表裏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 っていうのをひたすらずっとリピートしていく模様になります。これね今何を刺しているかっていうと、まあ、そもそもねこの寄せ模様のイメージがこの近藤裕子先生の嫁入り道具の花布巾、この本のなんだろう、この赤一色で三分割っていうのかな、この感じが素敵だなと思ったので、まあ、イメージ的にはこんな感じがいいなと思ってたんですよね、まあ、だからねできたらこういう、まあ、ちょっと麻の葉ではないんですけど、麻の葉っぽいものだったりとか尻尾つなぎっていうか、なんか伝統の模様刺しのものを入れてもいいかなってちょっと思ったりもしたんだけどね、まあこのマーガレットのライン使うのが楽かなと思ったので一目刺しにするっていうのと、あとこのマーガレットの付近のマス目がね奇数でできてる模様になるので、まあ、一目刺しで奇数のマスでできる模様にしようと思って、で本もいろいろ見てたんですよね。この近藤裕子先生の本も見てたし、あと刺し子の模様、これちょっとね古いバージョンのものになるので、最近売られてるものだと多分刺し子の模様と小物っていうちょっと名前が変わって改訂版が出てるんですけれども、これにも結構まあ、92種類ぐらい載ってるので、模様刺しと一目刺しと合わせてねこれ見てたりとか、あと刺し子奈美さんのね、これは全部一目刺しの模様になるので、この本をパラパラめくりながらどれにしようかなと思ってて、で一目刺しで奇数のマスのもので、ね、銭形刺しっていうのがあって、それがね ここの本の表紙で言うとこの模様になるんですけど、銭形刺しこれもいいかなと思ったんですよね、一目刺しだし奇数だし、ただこれってね表も裏もこの模様が出るんですよね、同じ模様が出るの、一目刺しの模様ってだいたい表と裏と全く違う表情が出てくるのがなんか面白いところではあると思うんですけど、例えばね十字花刺しだったら裏は全然こんな感じで違うみたいななんだけど、でもね模様によっては表も裏もほとんど同じみたいなのがあるんですよね。例えばこれとか、まあ、さっきのこの今やってる寄せ模様の真ん中と一緒なんですけど、柿の花も、まあ、厳密にはね違うんだけれども、位置がねこの中央が四角になってるところの裏は中央が十字になってるんだけど、まあパッと見はほら表も裏もほとんど同じ模様じゃないですか。だからそれだったら次はこのここはね同じ銭、さっきの銭形刺しにしちゃうと表も裏も全く一緒になっちゃうから、なんか違うのにしたいなと思って、でこの本の中もパラパラ見ていて、でそしたらねこれと一緒のがあったんですけど、これがね六文銭刺しだと思う、多分読み方は六文銭雑誌なのか六文銭刺しなのかはちょっとわかんないんだけど、六文銭刺しっていう模様で、これはね裏がちょっと違った模様で出てくるので、あそれったら面白そうと思って、だしまあその表裏表裏表裏ってひたすらこれをリピートしながら刺していくだけなので、まあなんか淡々と刺せて
おしゃべり動画に向いてるかなと思ったんですよね。おしゃべり動画はさ、結構しゃべりながらなので、あんまりね、模様の方に集中しなくていいような柄の方がいいんですよね。あんまり頭使わずに刺せるものっていうのかな、喋りに集中するとちょっとね、手元がおろそかになっちゃうので、それがいいかなと思って、まあ、それで結局ひとまずここの模様は六文線刺しでいこうかなと思っています。もしかしたら刺しでみてなんか違うなと思ったら急遽変更したりするかもしれないけれども、今のところはね、六文線刺しで行こうかなと思っています。結構ね、見てくださってる方が同じようにマーガレット刺してますって、寄せ模様でね、多分してくださってるのかなと思うんですけど、そうだから早くね模様を決めなきゃと思ったので、一応ひとまずその六文線刺しでこの左側はね行こうかなと思っています。皆さんはどうでしょうかね。そう、この間ねコメントをいただいて、なんだっけ、マーガレット刺してますって、同じようにね刺してますっていう方がコメントくださったんですけども、その方はね色で分けてらっしゃるみたいです。こうなんていうのかな、全部 マーガレットで刺すんだけど一色で刺すんじゃなくて、いろんな色でね刺し分けてますって。どれぐらいで分けてらっしゃるのかな、でもねとにかくカラフルにしてるっておっしゃってて、でその時ね花壇みたいにしてるって、そのいろんな色を使って花壇のようにこう色を分けて刺してますっておっしゃってて、なんかねその表現がすごく素敵だなと思って、花壇っていいよね、あなんかすごく、あ分かりやすいと思って、だからこうこっちに赤いお花が咲いてて、ここはピンクのお花で、ここは黄色いお花でみたいな感じで、いろんな、ね、カラフルな感じでやってるんだろうなと思ったんですけど、なんかもうほんと改めてさ、もう刺し子ってなんだろう、同じ布巾を刺してても刺す人によって表現が変わってきて面白いなと思って、色がね違うだけでも楽しいけれども、まあ今回私はこうやって寄せ模様でアレンジするみたいな感じでやってるし、まあ、コメントねしてくださった方のようにこういろんな色でカラフルで刺すっていうのもね、また個性が出て面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。最近なんかおしゃべり動画のコメントだったりとか、あとついこの間ねライブ配信もしたので、その時のチャットとかでも思ってたんですけど、結構ね皆さんがいろいろコメントで教えてくださるので、なんかね新しい知識がどんどん入ってきてね、それが楽しいなって思ってるんですけど、でついこの間はねその配色、色のなんか選び方の話をしてたので、その時にね、まあ、1個前のおしゃべり動画でも多分しゃべったんですけど、アデリアレトロっていう食器のブランドでいいのかな、それをね参考にしてますって言ってくださった方がいて、でそれで私もねアデリアレトロ知らなかったからすぐ調べてたらね、めちゃくちゃ可愛いなんかレトロな食器、色合いのねものが出てきたので、わあ素敵と思って、なんかこれ私だけにね教えてもらったのなんかもったいないなと思って、よかったらせっかくだから動画見てくださってる皆さんにもねご紹介しようと思って紹介させてもらったんだけど、そしたらねその後もその動画にも結構アデリアレトロ見てきましたってね、すぐにね調べてくださった方とかがなんかすごく可愛いの教えてもらってよかったってね言ってくださってたので、まあね、もともと私も教えてもらったものをねちょっと紹介した感じにはなるんだけれども、アデリアレトロね改めて教えてくださってありがとうございました。なんかねそうやってこう結構ねコメント欄がねすごくなんていうかなためになるというか、私的にはいつもいろんなね発見があったり、まあそれって楽しいんだけど、コメントのやり取りしてるのが、まあ、だからねよかったら皆さんもなんか動画ね見てくださるのもすごく嬉しいんですけれども、結構ね皆さんがいいコメント書いてくださってるので、コメントもね読んでいただけたらなっていうふうには思ってます。なんかこう気になるコメントとかあったらいいねボタン押すの自由に押してもらって大丈夫なので、あれはね誰が押したかっていうのは多分わからない、そうそう通知はいかないので、でもいいねが来ましたみたいなのはわかるんですよね。なのでなんかこう
それぞれのコメント見ていただいて、あこれいいなと思ったらそのいいねボタンを押していただけたらと思うんですけれども、まあ、それでなんか私もあこういうコメントその、まあ、例えばコメントでこれがいいねが多いなとか思ったら私も何か採用するというか、これこういう話をしたらいいんだなっていう目安にもなるので、何かねそういうアクションを起こしていただけたらとは思うんですけれども、コメントもね、なんか気負いせずに自由に何か書いていただけたらなと思います。あとね、なんかこれはライブ配信のコメントにくださってたのかな、はじめましてという方がねコメントくださったんですけれども、多分私が配色の話をしたからだとは思うんですけれども、その方が教えてくださったのはね、遠藤紗英子さんっていう方の本なんですけれども、クロスステッチで楽しむ着物の模様っていう本に、和の色の名前、例えばなんだかな、茜色とか日本の言葉だからなんかね、ネズミ色とか、そういうちょっと日本独特の和の名称があるんですよね、色にも。でそのそれが載ってますよ、その本にって教えてくださって、で私ね本屋さんでクロスステッチの和の模様っていう本はね見たことがあったんですけれども、その方のシリーズで着物の模様っていう本だったんですね。私あシリーズがあるの知らなかったと思って、和の模様は本屋さんでねちょっと立ち読みというかチラ見はしたんだけれども、あとね着物のそのコメントで教えてもらった着物の模様っていう本と、あとねクロスステッチで楽しむレトロ模様っていう本と、なんかねシリーズが出てるみたいなんですよね。そのレトロ模様を見てたらやっぱりなんかそれこそアデリアレトロとつながったんだけど、なんかレトロもいいなとかね改めて思ったり、まあ、なのでもしね日本の和の模様、和の色とかに興味がある方は、もしかしたらそのクロスステッチで楽しむ着物の模様っていう本がね面白いかもしれないです。そう、本とかもねやっぱ本屋さんで、自分が行く本屋さんにその本があれば 見ることはできるけれども、見てない本はさ知らないままだからさ、教えてもらってよかったと思って、なんかその遠藤紗英子さんの本もシリーズがあるの知らなかったので、なんかね他のも見てみたいなっていう風に思ったしね。まあよければねその色の名前のところもちょっと見てみたいなとは思いながら、まあ、私ねよくねフリマアプリで本検索するんですよ。そうすると本も売ってる方がちょっとね本の中のページを写してたりするので、それでね中身をチラ見することができるので、ちょっとこれは私的に 本の内容が知りたい時の裏技みたいな感じなんですけど、だからねそれでちょっと検索してみても面白いかもしれないです。でまあ見てみてねよくいいなと思えばそのまま、まあ販売されてるんだったらフリマアプリで買うのもまあありかもしれないし、まあ本屋さんにあれば本屋さんで取り寄せとか、まあ今ねアマゾンとか楽天とかでも本は注文できるからねすごく便利かなと思いますけどね。ちょっとそうこうしてるうちに結構喋りすぎて、今日一番話そうと思ってたのはねおやつの話をしようと思ってたんですけれども、まあね私おしゃべり動画をねこうやってのんびりねおしゃべりしつつ、まあ差し越しながらね撮影してるんですけれども、まあ皆さんもね何か手芸、お好きな手芸差し越しながらとか、編み物しながら刺繍しながらとかね、まあ家事の合間とかにもねなんかラジオ感覚でのんびり聞いていただけたらなとは思っていますので、またお付き合いいただけると嬉しいです。それでね今日のおやつはねちょっとね初めて買ったものになるんだけど、というか今日のおしゃべり動画はね前から言ってる無印でねお菓子買ってきたっていう話をしてたので、ちょっとそれをね紹介しようと思ってたんだけれども、ちょっと前半しゃべりすぎちゃったで、もうこのままちょっと無印良品の紹介しようかな。これねちょっとね初めて買ったんですけど、無印良品行ったら目に留まったのでこれです。なんかね栗のカットバウムっていうバームクーヘンのものですね。なんかね秋の味だからは美味しそうと思って、マロンペーストを練り込んだふんわり焼き上げた栗の優しい甘さが特徴のバームクーヘンで、個包装になってたのですごい食べやすいかなと思って1個ずつ
食べています。この間1個食べて今日2個目なんだけど、あとね飲み物は無印のルイボスジンジャーチャイで、そう無印行ってきたからね、これも追加で購入してきました。もう何回リピートしてるんだろう。もうこれはすごくお気に入りです。で今回無印良品に行ってきた一番の目的はこれ、紅茶クッキーとね、アールグレイの香りを生かしてざっくりと焼き上げましたみたいな、これをねコメントで教えてもらって、無印良品の紅茶クッキー美味しいよって教えてもらってたので、これをね目的に、あといろいろ買いたいものがあったのでおやつとか買ったりとかしてきましたこれはねまだ食べてないんだけれども、まああの豆乳サンドビスケットよ、カルディの豆乳サンドビスケットを教えてくださった方が教えてくれた紅茶クッキーなので、多分これも美味しいだろうな、多分ね私とお菓子の好みが似てる気がしたので紅茶クッキーもねちょっと買ってみました。これ結構お手頃な方で、しかもたくさん入ってたのでいいんじゃ、コスパも良さそうな感じです。あとね前にも買ったことがあるんだけど、ピスタチオとバニラのクッキー、私ピスタチオ系もねアイスとかあのプリンとかピスタチオとか好きなんですけど、それでちょっとこれも買ってみました。ちょっとどんどんいきますねあとねこれも前に買ったことがあって美味しかったのでもう一回買ってきたんですけど、牛しぐれ煮とささがきごぼうのご飯、これご飯を炊くときにこの中になんかその炊き込みご飯の素みたいなのが入ってるので、ご飯炊くときにそのまま入れて炊飯器のスイッチ押せばいいっていうお手軽なものです。ちょっとね秋の味覚っていうか食欲の秋に良さそうですよねあとねこれは前にも紹介したんだけど、発酵ぬか床って言って、いつのおしゃべり動画で紹介したかな、多分夏ぐらいに紹介した気がするんだけど、それでね結構私も使ってますっていう方もいらっしゃって、だからすごくあいいものを買ってよかったと思っててね、ハマってはいたんだけど、それでなんで今回また買ったかっていうと、私ちょっとねわからないから教えてほしいんですけれども、私これ2回目なのね買うので、1回目に買った発酵ぬか床がこの賞味期限がね10月の上旬だったんですよ。で私その賞味期限ってぬか床だから気にしなくていいんだっけなとも思ったのね。でも、ま、ただねこれってその毎日かき混ぜなくていいよとはいえ1週間に1回はかき混ぜてくださいねみたいな感じなんです。だから毎日かき混ぜなくていいから、まあ私みたいにあんまり料理が得意じゃない方とか、まあそのぬか床ビギナーの方にも挑戦しやすいぬか床っていうので、まあ夏頃に買ってね、でもちゃんとね1週間には1回、混ぜなきゃいけないんだけど、なんかサボっててとかうっかりして2週間ぐらい忘れてて、そしたらねちょっとぬか床の上の方がなんかカビとまではいかないと思うんだけど、なんかちょっと怪しい感じがしてしてたんですよね。っていうのと、あと10月でちょうど賞味期限も切れそうだったし、買い替えるかなとか思って、で一応でも分かんないからさ、その賞味期限って気にしなくてもいいのかどうかが分からなくって、無印の店員さんに聞こうと思ったんだけど、ちょうど私が行った店舗がさ、なんか若い男の子しかいなくて、なんか明らかに私よりも若い学生さんみたいな方だったの。でもその方しかいらっしゃらなくて、どこなんかすごいうろうろしたんだけど、たまたまその方しかなんか声かけられなくって、どうしようと思ったけど、そのねスタッフさんにちょっと相談したら、スタッフさんもすごく丁寧な方で、ちょっと確認してまいりますって言って、裏にバックヤードに下がってくださって、で戻ってきたんだけれども、今日はすみませんと、食品担当の者が、まあ、休みで今すぐ答えられませんと、でなんか端末でも調べてくれて、ちょっと今すぐ僕が端末で調べるのでちょっとお待ちいただけますかみたいな感じで端末で調べてはくれたんだけど、それでもちょっとわからなくって、そうただね、まあ私はどっちにしてもちょっとカビっぽくなっちゃってたから、買い替えるつもりではいたから買い替えてはきたんだけれども、結局その賞味期限気にしなくても
良かったのかどうかが分からなくてもし何かご存知の方いたらコメントで教えてもらえると嬉しいなと思ってちょっと今呼びかけてみてるんですけれども、どうなんだろう、気にしなくても良かったのかな。だからちょっと上の方が色が怪しかったら上のとこだけ取り除いて、このね無印さんのぬか床ってあの何補填用補充用のぬか床っていうのも売ってたからそれでも良かったのかなって。だからこれは賞味期限気にせずに半永久的に使い続けられるのか。普通ほらぬか床ってさ、ほらおばあちゃんの代からずっと受け継いでますみたいなぬか床もねやってらっしゃる方もいるからどうなのかなと思って、ちょっと私あんまりぬか床詳しくないので、もし詳しい方いらっしゃったらぜひぜひコメントでちょっと教えてもらえないでしょうか。よろしくお願いします。そう、この後にもねまた無印行く機会があったからちょっと聞こうかな店員さんにと思ったんだけど、なんか店員さんがみんな忙しそうでなんか聞きづらくて聞けなかったので、ごめんね、ちょっとこんなおしゃべり動画で呼びかけてみてるんだけど、もしね分かる方いたらぜひ教えてください。あと最後に1個おまけでね、なんかこのヘラを買ってみたんだけどこれなんかインスタでお掃除のアカウントかなんかでヘラでこう何汚れを取るといいみたいなのがあったから、そう、そしたらさ100均とかでもありますって書いてたんだけど、無印良品だとね、あらピントが合わない、税込み80円でね安いと思って買ってきてみました。買ったはいいけどまだお掃除に使えてないんだけどこれはどうやって使ったらいい？なんか五徳とかでしょ、あのコンロの周りの焦げを取ったりするのにいいって書いてあったから、まあ、ちょっとね試しに買ってみた、ちょっと年末に向けてお掃除これで頑張ってみようかなと思ってたので、もしよかったらヘラの活用術もあったら教えてくださいと、ちょっと駆け足になってしまいましたけれども、無印の購入品の紹介でしたなんかねネイル、グレージュのネイルも可愛いよって教えてもらってたので、まあ、私基本ネイルはしないけどなんか気になるから見るだけ見ようって思ったんだけどね、売り切れてました。多分人気なんだろうね。なんかねすごくナチュラル系の自然な色になるっぽいです。なんか口コミとか見てたらね、無印良品もねなんか人気ですよね。ムジラーとか言ったりするよね、無印良品好きっていう方もねきっと多いかなと思ったので、ちょっとおやつを紹介してみました。このね栗のバームクーヘンもすごく美味しかったのでね、よかったら機会がありましたらねチェックしてみてくださいね。今日はそんなところかな、ちょっと駆け足になっちゃったんだけれども、まあひとまずちょっとこのね六文銭刺しはただひたすら今盾をね刺しているところですけれども、引き続き刺し進めていこうかなと思います。皆さんもねなんかどんどん進んでらっしゃるかな、何作ってるかとかね、またよかったら教えてくださいね。それではあの最後までご覧いただきましてありがとうございました。もしよかったらね動画を閉じる前にグッドボタンを押していただけますと動画作成の励みになりますので、グッドボタンで応援もどうぞよろしくお願いします。またねご意見ご感想などもお気軽にコメントください。いつも楽しく読ませてもらってます、ありがとうございます。それでは最後までご覧いただきどうもありがとうございました。